こんにちは、山田です。なんと、チャンネル登録者数1000人超えました。ありがとうございます。この動画、12月の27日にアップしてると思うんですが、今週の頭、月曜日ですね、12月の21日にチャンネル登録が1000人、ようやく超えることができました。まず何よりここまで応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。このチャンネル始めたのも去年の10月頃だから、もう1年と2ヶ月前ぐらいになるんですけど、世界一周をもともと始める前にこのチャンネルを作って、でそこから少しずつ少しずつ登録者ですとかもこう増えてきて、1年2ヶ月ですね経ってようやく1000人まで到達しました。で YouTube の条件としてチャンネル登録者数が1000人いくことと、これまでの直近1年間の動画の再生数が4000時間を超えてくると収益化の申請ができるんですね。でその収益化の申請も、月曜日に1000人超えた時点で申請しました。で申請した後に YouTube 側で審査する時間が必要で、これ先にネットとかで見るとだいたいこう30日ぐらいかかる可能性があると言われてたので、なので僕も収益化できるのは1月中旬以降ぐらいかなと思ってたんですけど、なんと月曜日、21日月曜日に収益化の申請をして、翌日22日火曜日に YouTube から無事に収益化 OK ですという審査結果をいただきました。この収益化して、収益化すると1日遅れぐらいでですね、見込みの収入みたいなものがその YouTuber 専用のアナリティクスにも出てくるんですね。なので22日火曜日から収益化ができて、すでにこの動画を撮る時点でもう1日以上経っているので、じゃあ実際に収益化ようやくできて、最初の1日ね、最初のこう初日でどのぐらい収益出たかっていうのを公開したいと思うんですが、そちらがですね、ジュース1本分ぐらいの収益、この最初の収益ができた1日で出始めました。これ他の YouTuber の方とかもよくおっしゃってますが、その収益ってまだ確定する前の時点で具体的にいくらですみたいなものって YouTube の規約上で言ってはいけない、伝えてはいけないことになってるんですね。なのであくまで、まだ未確定な部分なので、ただそのぐらいの見込みですっていうのはわかるので、それを例えるならジュース1本買えるぐらいの収益を最初の初日にですね、発生しました。これめちゃくちゃ嬉しい。なんかその金額の云々、もちろんこう多い方がね、もちろん多い方が嬉しいんだけれども、これまでずっと収益なしでずっとやってきて、動画ももう伸びない中で150本とか200本とか上げてきたので、それがようやくもうゼロから1円であったとしても収益が出始めたっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にもう繰り返しになりますが、ここまで応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。この動画では初日の収益がだいたいジュース1本分ですみたいなことをお伝えしましたけれども、それと合わせてチャンネル登録者数1000人達成するために自分がこう意識してきたことっていうのを皆さんにこう共有できること、お伝えできればと思います。これまでこのチャンネルを作る上で意識してきたことですが、以前に旅してる時にですね、もうすでに一度チャンネル登録者数500人に行った時にこれまで意識してきたことということで3つお伝えしてます。その詳細はこの動画の説明欄に載っけておくので、もし時間があればまた見てみていただけたらすごく嬉しいです。その動画の要約だけすると、自分が意識してきたこと3つもともとあるんですけれども、1つ目が視聴者がなんで僕のチャンネルを見に来てくれるのかっていうのを意識しながら常に動画を作ってきました。で2つ目が自分自身のキャラクターを出すこと、仮にやってる企画だとかコンテンツだとかが他の人たちとこう似てたりだとか、オリジナルある企画を作ることってすごく難しいと思うんだけれども、それでもこの人が話すから見てみたいとか、この人のキャラクターが好きだから見てるとかって、皆さん動画あると思うんですけれども、だから自分もなんとかそういう中のこう一人になれるように、で人からそういう風に思っていただけるように、自分の個性とかキャラクターっていうのは隠さず出していくのがいいかなと思って続けてきました。と言いながらそんなに別に個性のある方ではないと思うんですけれども、ありのままこれまでやってきました。で3つ目は SNS で露出を増やすこと、露出を増やすっていうのはこう YouTube だけで動画をこう発信し続けるだけじゃなくて、例えばそうだな、 Instagram とか Twitter とかTikTok とか、こう短い写真とか、あるいはこう動画とかを切り抜いて、そういった SNS でも拡散して、少しでも多くの方に目に留まりやすく、で、YouTube をやってることもこう認識してもらって、こちらのチャンネルの方に来てもらえるようにやってきました。僕の例で言うと、TikTok とか Twitter っていうよりも、Instagram、特に旅中は Instagram メインでやってきたんですけれども、そちらで写真とか、ストーリーとか、あとインスタライブとかやらせてもらいながら、これまで少しずつですが、YouTube 見てくださる方たちがそこから増えてきたのかなと思ってます。はい、なのでもう
う一度まとめると、一つ目がどうして視聴者が僕のチャンネルをこう見に来てくれるのかっていうことを考えながら動画を作ること、二つ目が自分の個性とかキャラクターをできる限り出すこと、で三つ目がインスタグラムとかツイッターとかTikTokとかを使って少しでも自分のチャンネルを知ってもらえる人を増やすこと、以上の3つが僕がチャンネル登録者数500人行った時にも作らせていただいた動画の内容なんですが、今回さらにこの動画でもう一つだけ加えさせていただけるなら、週に1本ずつでもいいから動画の更新を続けること。でこれが何でかということを最後お伝えしておしまいにしたいんですけれども、僕今回このチャンネル登録者数1000人いったっていうのにも、一つ大きなこうきっかけみたいなことがあって、でそれが何かっていうと、1週間とか2週間前ぐらい、12月の中旬ぐらいからなんですけれども、昔アップした1本の動画がバズり始めたんですね。でそれが旅していてブラジルにいた時に撮った動画なんですけど、今現在この動画を撮ってる時点でだいたいね2万4000回ぐらい再生されてます。これ僕の中ではめちゃくちゃ大きな数字で、それまでって一番再生されてる動画ってだいたい3000回ぐらいだったんですね。3000回ちょっとぐらいだったんですけど、12月中旬ぐらいからその1本のブラジルで撮った動画が急に見られ始めて、特にブラジルの方に見られ始めて、ここ1週間2週間とかで一気に2万4000回ぐらいの再生まで行きました。でそれまでは1日の登録者数も1人とか2人とか増えるペースだったんですけど、ブラジルの方たちもすごくこうチャンネル登録をしてくださって、12月の中旬以降本当に1日に10人とかから始まって、今50人とか60人ぐらいのペースで伸びてます。それがあってこれまでよりも一気にスピードが加速して、で12月の21日にとうとう1000人まで到達したっていう経緯があります。ということもあって、今日本の方だけじゃなくて、特にこうブラジル海外の方とかも登録をしてくださってるチャンネルになってきたので、今後改めてちょっと動画も英語で作り直さなくちゃというか、動画の字幕とかも入れなくちゃいけないなと思っていて、今登録してくださってる海外の方、ブラジルの方とかにはまさに今こういう動画とか感謝とかが伝わらないのが大変申し訳ないので、でせっかく登録までしてくださって、これからこのチャンネルで動画を見ていただけることもあるのかなと思っているので、もう一度どこかのタイミングで英語の字幕とかをつけ始めて動画は作らなくちゃいけないなと今思ってます。もうすごくこう嬉しい悩みなんですけれども、もう旅の終わりからこう帰国して以降ずっとこう日本語だけで動画作ってるので、ちょっとまた英語の字幕とかも加えながら動画は作っていきたいなと改めて思ってます。取りすぎ今日本語で全部やらせていただいてますけれども、なので見てくださってる方ありがとうございます。はい、ここで伝えたかったのが、もう動画のアップをこう続けていれば、本当にもういつどこでどういった方々に見られるかっていうのがもう本当にわからない、ふとした瞬間に動画が見られたりっていう可能性もあって、でそれに伴ってチャンネル登録者数も伸びることがあるので、ぜひYouTube やっていらっしゃる方、あるいはこれからやろうと思っていらっしゃる方、少しずつでもいいから続けていっていただけるといいんじゃないかなと思います。そうすれば応援してくださる方々もこう少しずつですがやっぱりこう増えてきてくれますし、今回のこの自分の経験体験みたいにふとした瞬間にこの動画がっていうものが急に見られて、そこからチャンネル登録者数増えることもあるので、なかなか伸びないと大変だと思うんですけれども、それでも週1でも、2週に1回でもいいのかもしれませんが、途中で諦めず続けていくことがやっぱりもうすごい改めてですけど大切なんじゃないかなと思います。はい、ということで今日も動画を見ていただいてありがとうございました。また繰り返しにもなりますが、これまで YouTube を始めてから応援してくださってる皆さん、本当にありがとうございます。これからも少しでも参考になる動画がアップできればと思ってますので、それから旅とかも再開できるようになれば、国内海外も含めてですね、撮れる動画を撮って皆さんと共有していきたいと思ってますので、引き続き応援もよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録コメント評価もよろしくお願いします。それでは今日も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。